桑原拓也は、奈良県五世市出身のプロ野球選手、宇藤右ミギ読売ジャイアンツ所属。中大時代二人兄弟の長男で、岡山県玉野市で出生してから3歳までは、父方の名字を名乗っていた。両親の離婚を機に、母方の名字である桑原生へ変更し、実母の実家がある奈良県五世市へ、実母、実米と共に転居。築50年。 家賃月額4000円ほどの市営住宅で育った。小学校3年時から野球を始めると、中学生時代は、柏原四季リトルシニアに所属。2010年の全日本中学野球選手権、大会ジャイアンツカップでは、一学年後輩の岡本和馬らと共に、3位となった。両親の離婚後から、母子家庭で育っていたため、中学校からの卒業後は、シニア関係者の勧めで、 福井県の北陸高等学校に進学。特待生として公式野球部の寮で生活し、一年次の夏からベンチ入りを果たすと、同年の秋季福井県大会でチームの準優勝に貢献した。三年夏の選手権福井大会初戦で15、三振を奪ったほか、打者としても対外試合で通算22本塁打を打ったが、在学中には、 甲子園球場の全国大会とは無縁であった。大学進学費用がネックとなり、野球をやめようと考えていたが、公式野球部監督の谷津田真二からの仲介で、谷津伝の母校である中央大学へ特待生として入学。東都大学野球のリーグ戦では、1年時の春から3年時の春までクローザーを任された後に、3年時の秋から先発へ転向した。 リーグ戦には、通算で44試合に登板。11勝13敗、防御率3.38、通算投球イニング165回で157、三振を奪ったことから、とうとのドクター K と称された。2017年の NPB ドラフト会議で、読売ジャイアンツから一巡目で指名。セーミアコと村上宗隆への指名重複による抽選で、 独占交渉権を逃した末の再々指名であったが、契約金1億円に、出来高分5000万円、年俸1500万円という条件で、岡本と再びチームメイトになった。入団当初の背番号は29。なお、指名の直前から、ドラフト緊急性特番。お母さんありがとうスタッフの密着取材を受けていたため、会議当日の生放送には母子揃って出演。 巨人と仮契約を結んだ直後には、女で一つで育てた実母への恩返しとして、契約金で、マンションの一室を買ってあげたいという希望を明かした。担当スカウトは、柏田隆。2018年には、右肘のコンディションがかんばしくなかったことから、春季キャンプを三軍で過ごした。5月31日の大北海道、日本ハームファイターズ戦で、 同期入団の大城拓造とバッテリーを組み、先発投手として一軍公式戦へデビュー。スタンドから実母に見守られながらの先発登板で、巨人の新人選手同士が、バッテリーで一軍の公式戦に先発した事例は、1998年10月2日の大広島東洋カープ戦での平松和弘、小田公平以来20年ぶりであった。 この試合では4者連続を含む7三振を奪いながら黒星を喫したが3度目の先発登板であった6月14日の対福岡ソフトバンクホークス戦で初白星を挙げた7月上旬までは1軍の先発陣に加わっていたが同月中旬に出場選手登録を抹消抹消後の8月後半に左脇腹を痛めてからは3軍で幹部のリハビリに専念した 一軍公式戦では通算で6試合に登板。5試合で先発を任されたものの、前述した一勝のみでシーズンを終えた。レギュラーシーズンにおけるチームの総生部数が NPB12 球団で最小の25にとどまったことからシーズン終了後の対外試合ではクローザーへの起用が試みられた。11月27日に 150万円増の推定年俸1650万円で契約を公開した。2019年には春季キャンプからオープン戦の途中まで一軍に帯同。一時はクローザー候補に挙げられていたが、前年と同じくレギュラーシーズンの一軍公式戦初登板は5月下旬にまで持ち越された。一軍公式戦にはオール9円で15試合に登板すると、 白星はつかなかったものの2ホールドを記録した。9月28日の対東京ヤクルトスワローズ戦には9回表1死2類で大学の先輩に当たり同年で現役を引退する安倍晋之助がレギュラーシーズン公式戦最後の打席に申告経営に伴って出塁するとダイソーに起用された。シーズン終了後の12月5日に 推定年俸1650万円という条件で契約を公開。背番号46へ変更することも発表された。2020年には春季キャンプのスタートを1軍で迎えながら、キャンプ中に2軍へ降格。オープン戦から1軍へ復帰すると、レギュラーシーズンの開幕直前まで先発候補として1軍に帯同した。 開幕からの一軍先発ローテーション入りはならなかったものの開幕直後の6月25日にシーズン初の出場選手登録を果たすと7月4日の対中日ドラゴンズ戦に休援で登板先発の田口霊斗が3回表に急遽降板したことに伴う休援で2回0、3を投げて3よしし93失点と苦しみながらも一軍公式戦としては2年ぶりの勝利を挙げた 以降も救援で一試合に登板したが、7月17日に出場選手登録を抹消。抹消中の8月12日に日本ハムとのイースタンリーグ公式戦へ登板したところ、右ヒーチの違和感から途中降板し、後の診察で右ヒーチ頭の骨折が判明。同月に手術を受けた。11月3日、育成選手としての再契約を前提として、 自由契約とすることが通知され、育成選手として再契約した。推定年俸は330万円減の1320万円となり、背番号は029に変更された。2021年、イースタンリーグで14試合に登板し、防御率3.64を記録。8月30日に支配下登録に復帰することが発表され、背番号は46に戻ることになった。 小学4年時から中学3年時の春までサイドスローだったが中学3年時の夏から巨人2年目の2019年までスリークォーターで投げていた。もっとも巨人への入団後2年間で一軍公式戦での白星が一生にとどまったため2019年の周期キャンプからはサイドスローへ戻している。それでも請球が安定しなかったため2020年からは スリークォーターとサイドスローの中間に相当する高さから腕を振るオリジナルの投球フォームに変更している。スリークォーターではストレートで最速時速1 5 4トルを計測、スライダーやシンカーなどの変化球を投げ分けていた。最大の武器はサイドスロー時代からの勝負球で中指と薬指を大きく開いたところにボールを挟んで、 ボールを抜きながらひねる感覚で投げているというシンカー。スリークウォーターに転向してから縦の方向に鋭く落ちるようになったという。このシンカーはオリジナルのフォームに変えてからも勝負球に使っていて、苗字にちなんでクワボールとも呼ばれている。ありがとうございます。